一騎当選という言葉が大好きすぎる、一騎打ちに未だ心を躍らせているゆっくり霊夢です。マジでオリンピック種目に一騎打ちって種目を増やしてほしいと思ったぜ。さすがに競技が野蛮すぎるか。と思った、常識がないゆっくりマリサだぜ。今回は三国志小話として早々のシーンについて語っていこうと思うわ。みんなやっぱり秀夫の最後を見たいものだと思うからね。そうかな。そうかも。でも三国志に問わず、世界各国の歴史書とかでも偉人の最後はよく、病死、したって書かれているケースが多いよな。実際、闘病中にかなり苦しんだかもしれないが、そういう醜い部分を歴史書は隠そうとするし、故にその英雄の最後を科学的に明らかにしていくってわけね。マリサ君の言う通り、三国志正史という歴史書には曹操の最後は明確に書かれていないわ。曹操が病死し、まだ戦乱の時代だから自分の棺には金銀財宝は詰め込まずに埋葬しろ、という遺言を残した以外はね。それだけじゃはっきり言って何にもわからないぜ。実は2000年代に入り、中国は河南省で曹操のお墓と思われるものが発掘されて、それが調査されたことがあったの。まあもう今から1800年近く前のお墓だから、絶対このお墓が曹操のお墓だ、なんて断言するのは不可能なものの、そのお墓には曹操の送り名である武王の文字が刻まれており、そのお墓には二人の遺体が埋葬されていた。この二人の遺体はもちろん片方が曹操自身。そしてもう一人は曹操の正妻である偏夫人だと言われているの。さらに男性の方の遺体の年齢を調べると、この遺体はだいたい60代前後で亡くなったことがわかっているの。曹操は66歳の時に亡くなっているので、まさに年齢がドンピシャ。さらにそのお墓に埋葬されていた器物もとても質素だったもんで、これも曹操の遺言と当てはまっているので、これが曹操のお墓だと言われている根拠ね。まあどうだろう、確かに根拠としては十分な気がするし、ちょっと弱い気もするぜ。ただお墓に武王の文字が書いてあったという記述はとても大きいとは思うぜ。ただそこで曹操と思われる遺体を調査している時に、ある面白い事実が見つかったのよね。その男の歯がもうひどいぐらいボロボロだった。もう虫歯だらけで、ひどいところはなくなる数年前に歯が抜けていた箇所すらもあったのよ。偏夫人と思われる女性の遺体の歯は綺麗なままだったのにもかかわらずね。ここに曹操の死因があると考えている人がいるのよ。いやぁ、言うて虫歯だぜ、それが死因につながるかって話よ。虫歯はひどいものになると、そのウイルスが血管に入り、そこからいろいろな臓器に悪影響を与えることもある病気なのよ。例えば三国志本文には曹操がとある持病に苦しんでいたことが書かれているわ。それが慢性的な頭痛やめまい。これは曹操が虫歯になってしまって慢性的な頭痛になっていたとも考えられるのよね。ただこれが非常に悩みどころではあるんだけど、曹操は名医であるカダに自分の病気を治すように命令し、カダは曹操に1回の針治療をしただけで治したとも書かれているの。でも病気ってのは再発するもんだぜ。それに霊夢の説明では、曹操様の頭痛の原因は虫歯にあるんだろう。所詮は理治療では痛みをしばらく消すことはできたものの、根本的な治療はできてなかったってことなんじゃないか。これこそが科学捜査で分かった現代流の曹操の死因ってわけね。まあこれはあくまでも俗説であって、必ずしも曹操の死因が虫歯であったことは確実ではないから、あまり周りに言いふらさない方が身のためだと思うけども、曹操様の偏頭痛の原因は実は虫歯だった。っていう説か。戦場にいると案外歯磨きを忘れるタイプだったのかもしれないな。それに男の武将だとお酒を飲んだまま寝ちゃったりして歯磨きをしっかりしていなかったのかもしれないぜ。さていかがでしたでしょうか、今回のお話は。もしよければチャンネル登録や高評価をくださるとすごく嬉しいです。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントをくれるとものすごく嬉しいぜ。いにしえの時代では爪楊枝を使って歯磨きの代わりをしていたってどこかで聞いたことがあるぜ。現代の歯ブラシを使っても虫歯になる人はなるんだから、昔の人は特に虫歯になりやすそうだった気がするな。特に戦乱の時代だとみんなわざわざ
歯磨きをするという余裕もなさそうだし、それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。